青木由美と佐々木千明の愛され召し上がれ。皆様こんばんは、料理カウンセラーの青木由美です。こんばんは、佐々木千明です。今回もオープニングからお時間いただくんですけれども、由美さん、私の主演映画ラストソングはでは大変お世話になりました。こちらこそありがとうございます。はい、実は今回ですね、私の映画で青木由美さんに前編フードコーディネーターをお願いしたんですよ。そうなんですね。はい、安田さん演じるラジオディレクターがね、お料理好き で料理を振る舞うっていうシーンとか、うん、お菓子をね作るっていうシーンがあったので、はい、その料理を作らせていただきました。これいい経験だったんですけど、はい、台本からね、こうどんな性格の人物なのかとか、はい、なぜ料理を始めたんだろうなっていう背景を考えて、そこからメニューを考え始めるんですね。すごい。もう実はね、はい、前回の放送で紹介したお取り分け用のトングもですね、はい、この映画に使われてるんですね。私そのシーン出てないんですよ。おお、そうですね。見たかったえー、そうだったんですね。楽しみにしていてください。いや、本当に楽しみですよ、ね、実際にこの性格とかね、背景とかから料理を作るなんてね、私ちょっと役者がやってるようなことだなと思いましたよ。あ、確かにキャラクター作りっていうかね、すごいかもしれない。そうですよね、料理ってその人出ますもんね。そうなんですよ、生活のために料理を始めた人とか、はい、あと趣味としてねお料理を始めた人とか、はい、あとはねモテたいからっていう気持ちでねお料理を始めた人とか、いろいろいらっしゃるので、はい、それによって料理って変わってくるのでね。そうですよね。いや、すごい、そこすごい勉強になりますね。まあ改めてちょっとこうね、料理もそうなんだよということをね、見ていただきたいですね、はい、ぜひチェックしていただけたらと思います、ね、実際に、ね、映像を通して彩りとかそのあたりもね、そうですね、ぜひね皆様ご覧になっていただけたら、ね、映画公開されましたらぜひよろしくお願いいたします。お願いいたします。で、まあ、その流れもあってですね、実は安田さんがレギュラーパーソナリティを務めていらっしゃるここ市川うらら FM さんで、毎月第1、第3月曜日夜7時から放送中のセカンドベースという番組になんとゲスト出演というか、ええ、まあ、担当プロデューサーによると30分番組ね、30分番組にオープニング以外全部にご出演されたと聞きましたが、いかがでしたか？いや、もうね、楽しませていただきました。そうなんですね、安田様のねお母様のお料理の話とか、はい、あとやっぱり一人暮らしだと実家のお料理がすごいねこう懐かしいなっていうような、そんなお話もさせていただいたので、もうね話足りなくてね、あら、また出演したいなと思ってるんですよ。どうでした？もう本当にやっぱ私は今女性ですけど、男性目線のこういろんなお話とかもありました？そうですね、ものすごいこう食べる側、またはね、こう親がこう作ってくれたお料理の愛情ってこう、はい、子供としてこうどう受け取ってるのかとか、そんな話を聞かせてもらえたので、すごい良かったです。いやー、なんかね姉さん的な感じで出演していただいたんですよね、きっとね。そうですかね。いや、きっとね楽しいスタジオだったんだろうなってこう想像しますけどね。ワイワイしてました。あ、いや、よかったですね。はい、ぜひぜひ皆様聞いてください。さあ、こんな2人で今回もですね、楽しく婚活や料理などについてためになる情報をお伝えしてまいります。それでは初めのコーナーは、今日からあなたも簡単料理人のコーナー。このコーナーは意外と皆さん今更聞けない、でもわからないからなんとなく自己流で済ませている、料理は作ってみたいけどなかなか習いに行く時間がないなどお悩みの方々に、青木由美さんが料理上達の基本を丁寧に解説していただく、題して今日からあなたも簡単料理人のコーナーです。それでは由美さん、今回もお願いいたします。前回のねステップのおさらいからいきますけれども、はい、前回のステップは時間を意識するでした、はいね、人間ってね、誰もがもう自分はできる人なんだって思っていて、はい、まあ、実際にかかる労力とか時間よりもね、少なめに見積もってしまうから、はい、思ったより時間かかっちゃったって感じてしまう、これが料理に時間がかかる原因の一つなんですね。だから実際に料理を作るって言った時に、はい、まあ、最初にね何分ぐらいで料理が出来上がるのかをイメージして、はい、そして
その後時間を測ってお料理を作ることで正確な時間が分かると、うんうんうん、少なく見積もる癖を直していくと、まあ、スケジュール自体もね狂わなくて済みますし、はい、時間を測ってることで、まあ、時間測るとほら、うんうん、こう行動ってどんどん早くなるじゃないですか。そうですよ ね、こんなお話をしてきました。はい、聞きそびれたっていう方はですね、あと内容何だったっけもう一回振り返りたいななんていう方は過去のステップも全てアーカイブされてますので、はい、YouTube に、再編集映像配信版こちらありますので愛され召し上がれで検索してください。はい、よろしくお願いします。そしてね、少しずつお料理にね、はい、慣れてくると、はい、今度レパートリーが少ないって悩み始めることがね多いんですよ。ありますね。やっぱりねレパートリー増やしたいなって思うことってあります？ありますよ。そうですよ ね、 作れるもの増えたらいいなと思いますよ。ということでね、はい、今回のテーマなんですけれども、ね、料理上達ステップはアレンジ料理です、はい、アレンジ料理これですね、慣れるまでって、はい、やっぱり同じ定番料理を何回も作って、はい、で上達をさせるっていうことが大切なんですけれども、今度ねもう定番料理も慣れたよってなってきたらですね、はい、アレンジして作っていくんですね。でレパートリーって増やそうって思うとですね、はい、新しいレシピ探しがちなんですよ。そうなんですよ、ね、次から次に、はい、これ作ったことないからやってみようかなやってみようかみたいな、なりますよね、また新しい調味料とか買ってねそうなんですよ、ね、ところがこの新しいレシピを探していくよりも、はい、今作れるお料理のね食材を置き換えたりとか あとはね調味料を置き換えたり、はい、あとは調理方法で茹でるだったのを焼くに変えるみたいな、こういった置き換えをしていく方が簡単なんですよ。あ、確かにね、新しく覚えるより全然いいですよね。そうですね、これお仕事でもそうだと思うんですけど、はい、例えば、はい、これまでね、デパートでお布団売り場でお布団を販売していたっていう方が、うん、まあ、事務職に転職をして一からね、うん、こう仕事を覚えようとするよりもアパレルに転職して今度ね、はい、お洋服を売るっていう方が、あの売るものが変わるっていうことなので、はい、早く仕事を覚えられると思いません？そうです ね、おっしゃる通りでございます、はい、これ料理と同じです。あ、そうか、ね、全く新しいっていうものよりもね、はい、こう定番料理でね今まで作ってたものを活用するっていう方が早く楽に上達できるんですね、うんうんうん、ついついね頑張っちゃうんですよね。そうなんですよねついつい ついやりたくなっちゃいますよね。そうなんですよ、あとね、あの、はい、似ている共通点探すとレパートリーって広がってくんですよ、はい、似ている共通点、例えばですけれども、はい、それまでの間に、まあ、ハンバーグの肉ダネが作れるようになってたとします、はい、そしたらそのハンバーグの肉ダネ、はい、今度ですねキャベツで巻いてロールキャベツにすれば、はい、ロールキャベツ出来上がりますよね。出来上がります ね、あとあの肉じゃらがの煮汁は全く同じで、はい、中に入れるね食材だけ変えて煮込んだら筑前煮が出来上がったりとか、はい、わあ、こうやってやると、はい、あ、なんか私でもレパートリー増やせそうってちょっと思いますよね。思いますね。あのこれまでに作れるようになったお料理が例えば10品あったとします、はい、10品あったらそれを1個ずつアレンジしていったとすると、はい、20品のレパートリーが増えるっていうことになるんですね。わあ、20品、これはね大きいですよね。大きいですね。いきなり20品作れるようになる。いや、すごいですよこれは、ね、はい、あのこうすれば新しくね1個ずつレシピ記憶していかなくてもなんとなく作れるっていう料理が増えてきますし、はい、ね、あの暗記勝負しなくて済むんですよそうですね、で本ばっかりレシピ本ばっかり増えてくみたいなこととかもなくなってきますので。そうですね、やっぱりね食材とかあとは調味料、はい、そして調理方法を変える、そしてこれ変えるためには発想力を使うんですね、はい、あ、発想力、そうですよ ね置き換えてみたらどうかなとかね。そうですよね、炒めてみたらどうかなみたいな風にですねいろいろ考えてみるとどんどん広がってきますので。なるほどね、大変な ね記憶力の勝負をしないで、はい、アレンジをするっていうことでですね、はい、レパートリーのなかなか増えない悩みっていうのをね解決してもらいたいなと思うんですよ。いや、あのね本当にあのおっしゃってた通りに新しいレシピどんどん記憶しようと思うから、あ、もうこれ何だったっけもう一回レシピ見ようみたいな、そうそうそう、めんどくさいからもう作らない、うん、みたいになっちゃうんですけど、ね、実際にその肉じゃがからの筑前煮って言ったら
ね、言い方としては肉じゃがも作れるよ、あ、それ筑前煮も作れるんだよみたいな感じ言ったらすごいなんか ね、お料理できるみたいな。ですよね。ね、感じますよね。うんうん、しかもそんなに大変じゃないし、ちょっと気分次第でなんか肉じゃが作ろうと思ってたけど、あ、ちょっとお肉なかった、でも鶏肉はある、じゃあ筑前煮でいいかなみたいな。かっこいい。ね、その場でちょっといきなり料理の変更とかもできちゃうじゃないですか。いや、これねすごい憧れるんですよ、そういうの。あ、これしかないけど、じゃあこれ作ろうかなみたいな。そうですね、すごい憧れちゃうのでね。こうやってね、発想力使っていくと、はい、冷蔵庫の残り物を使って、あ、今日これっきゃないけれどもこの食材でこんな料理をっていう風にね、作れるようになっていくんですよ。なるほど。いや、これはね、教えていただかないと私は気づけませんでした。はい、あの食材とか調味料変えてみるだけでもいいんだよっていうこと、新たな挑戦はしなくてもいいんだよってこういうね、教えていただいたような気がしまして、ちょっとこう、まあ、料理に対して苦手意識ありましたけど、あ、そんな感じでいいんだってね、こう気が楽に、気がちょっと気が楽になりましたよ。よかったです。はい、ありがとうございます、ね、ちょっとこれを機に私ももっともっと頑張っていきたいと思いますので、皆さんもぜひ試してみてください。はい、いかがだったでしょうか。皆さんの簡単料理人への道はまた少し前進できたと思います。そしてこのコーナー含めこの番組の模様は本日放送終了後約1週間程度で再編集映像配信版として YouTube にもアップいたしますので、しっかり YouTube でチャンネル登録をしていただきまして、何回も再生しながらスキルアップしていただきたいと思います。以上、今日からあなたも簡単料理人のコーナーでした。改めまして、皆さんお聞きの放送、愛され召し上がれ、担当は青木由美と佐々木千秋のコンビでお送りしております。さて、続いてのコーナーは以前からなんとなくオープニングトークなどで青木さんに伺ってまいりました料理の素朴な疑問。お、はい、ね、これついにですねコーナーとしてお、いろいろこうね、あの系統立ててお伺いしていくことになりました。なるほど、嬉しいですよ。いいですね。はい、青木さん、こう改めてですね、我々料理苦手チーム、いや料理をあまりしないチーム、おー、ね、の素朴な疑問にですね簡単に分かりやすくお答えいただきたいと思います。分かりました、よろしくお願いします。はい、では早速なんですが、まず今回ね、料理という前の、まあ、そもそものところについての素朴な疑問にお答えいただきたいと思うんですが、はい、調味料のこのさしすせそってあるじゃないですか。ありますね。ね、聞くと思うんですけれども、これの意味とこれあの順番とかなんかあるのかなっていう素朴な疑問。料理の一番の基本の部分ですね。はいはい、そうなんです。ね、このさしすせそ。はい。ね、さ、砂糖。砂糖、そしてし、塩、酢、お酢、うん、せ、背油、まあ、これ昔の言葉なので、はい、まあ、お醤油のことですね、うん、そしてそ、お味噌、はい、ね、あの煮物の場合は、はい、この順番で入れるっていうのが基本になっていて。え、そうなんですか。あの炒め物とかはちょっと別なんですね、一気に味付けますから、ね、煮物だけなんですけど、これ、ね、はい、理由2つあるんですよ。理由があるんですね。まず一つ目、はいはい、これ調味料がですねそれぞれ味の浸透率が違っていて、順番に入れないとですね、はい、食材の中心まで味が入っていかないんですね、うん、そうなんだ。あのじゃがいもとかもね、はい、周りだけ味がして中の方は全然味がしないみたいな。よくありますよね。よくあります。そういう状態になっちゃうので決まってると。で、二つ目がですね、はい、あのお醤油とかお味噌って加熱すればするほど香りが飛んじゃうんですよ、はい、うーん、香りって結構大事じゃないですか。そうです ね。なので最後に入れて香りを残す、そのために最後の方に入れるっていうのが決まりなんですね。知らなかった、ね、これ一番最初にね、サーシスセソーで、はい、砂糖使用するとかね、この辺までは覚えてらっしゃる方多いと思うんですけど、うん、はい、そうですね、なんでって聞かれると、うん、なんでだろうっていう方もね、そう結構多いかもしれないですね。いや、これ煮物知らなかったで、皆さんもしかしたらご存知の方の方が多いのかもしれないんですけど、いや知らなかったです。いや、すごい勉強になりましたよ。ありがとうございます。で、次いきますよ。計量カップ、ね、計量カップでこう、はい、測ったりすると思うんですけども、液体調味料と粉類を測る時のあの違いって何かありますか？なるほど、はい、これね、計量カップで測るとかね、計量スプーンで測るも一緒なんですけれども、はい、あの液体のね
こうお醤油とか、はい、ね、ああいう液体物を測る時には表面張力が張るまで、ね、はい、入れてこうちょっとプルプルこぼすかもこぼすかもっていうぐらいまで入れてもらうのが正しい量となります、はい、そして粉類を測る時、小麦粉とかですね、はい、測る時はあのぎゅうぎゅうと上から押し付けたりはしないで、はい、そのまま上からねふわーっと入れていってね、表面をですねちゃんとすり切りしてください、はい、これが正しい量を測るということになるんですね。あ、そうなんですね。2つともちょっと違うんですよね。ちなみにですね、はい、あのよく質問で私聞かれることがあるのが、はい、あのレシピに塩 5g って書いてあるんだけれども、はい、うちに測りがないんですと。だからあるあるですね、計量スプーンってあの小さじはね 5cc なので、はい、あの同じ 5cc っていうね、うんうん、この小さじ1杯で測ってもいいですかって、はい、質問がね時々あるんですよ、はい、でこれですね、あのお水とお酒の場合は同じなので、例えばお酒 10g って書いてあったら 10cc ですから、はい、一緒にして測って大丈夫なんですね、ところがその他のものは、はい、グラムと cc って違うので、ね、あの一緒にしないようにしなきゃいけないんですよ。そうなんですか、私完全に同じだと思ってました。あ、お塩とか小麦粉とかも、はいはい、あ、これね気をつけないと。そうなんですね、例えばですけど、はい、お塩の場合は小さじ1杯入れると 6g ありますし、はい、小麦粉はね1カップ 200cc の場合には 110g あるんですね、うん、そうなんですね。お塩だったらね 1g でそんなに変わりはないですけど、小麦粉1カップって結構違いありますよね。そうですね、だいぶ違いますよね。知らなかったです。違うんですね。そうなんですよ、ついついちょっとやっちゃいそうですよね、でも水とお酒はまあ同じって考えてもらって大丈夫ってことですね。これね、あのあれどうだったっけって、これ何グラムだろうって分かんなくなったら、はい、あのインターネットとかでもですね、換算表っていうのが出てきますので、迷ったらね調べてみるといいです。あ、もう絶対見よう。完全に、うん、そうなんですね、知らなかったですよ。どんなものが出てきますよ。バター大さじ1杯って何グラムとか全部出てきますから。ね、きっとこうやって測ってた方いらっしゃるんじゃないですか。そうですね、だいぶ便利になると思います。いや、これはね、ありがとうございます、知らなかった。はい、そして3つ目、食材の重さね、これ結構私うんっていつも思っちゃうんですけど、レシピとか見て。なるほど。例えばこう 100g、 なんとかが 100g って言われちゃうと、うん、うん、100g って、ね、食材によって違うじゃんって。そうですね。思っちゃうんですよ、うん、うん、あのスーパー行って買い物の時に困りません？すごい困ります。レシピにね、100g、はい、じゃがいも 100g って書いてあって、はい、これって何個買えばいいのみたいな。よくありますよ、ね、これですね、はい、あの先ほど出てきたじゃがいもの場合、はい、これだとだいたい中ぐらいのサイズだと1個あ、うん、というふうに覚えていったりとか、はい、あとはですね、キャベツの葉っぱだったら、うん、まあ、大きめのもので2枚、あの中心になってくるとね、こうちっちゃくなって、あ、確かにちっちゃいですもんね。そこは違うんですけど、はい、大きめのもので葉っぱ2枚とか、あとはですね、玉ねぎよく使いますね。グラムとかって書いてますけど、うん、使いますね。これだったら中ぐらいで、まあ、大体2分の1個分ぐらい。あ、そんなもんなんですね、玉ねぎって。じゃあ大きいのとかだったら結構な重さになってるんですね。そうですね、うん、結構な重さになりますよ。なるほど。私結構キャベツの葉っぱが2枚 100g って衝撃でした。なんかもっと軽いイメージがあったので。なるほどなるほど。うん、あのちなみにね、私個人的な、はい、あのものなんですけど、はい、ハンバーグをね2人分作る時のお肉の量って 160g 使うんですよ、はい、だから1人分のお肉の量は 80g 使うんですね、うん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 、でそれにパン粉とかが玉ねぎがちょっと入って、はい、まあ、大体100から120g ぐらいのハンバーグのあの大きさになるんですよ、普段食べてるハンバーグの大きさで考えると、はい、あ、大体あれが 120g ぐらいかなとかって想像しますよね。で手の上に乗っけたらどのぐらいみたいな、はい、あれで私はなんとなく換算してます。すごい。いやでもなかなかできないですよ。難しい。そうですね、最初慣れるまでってちょっと大変ですよね、なので自分の中で、はい、なんかね一個基準を作るといいんですね。あの例えば普段よく玉ねぎ使うのであれば、はい、玉ねぎの半分の持ってみて、うん、
これが 100g だなとか、はい、1個持ってこれが 200g だなって分かると、持ってなんとなくこんな感じみたいな。あーなるほど、うん、これもじゃあもう本当に常日頃これだいたいこれ 100g とか。そうですね、っていうことですよね、すぐにどうこうってことではなく少しずつ少しずつこれが 100g だよとかっていうのをなんとなく自分の中で体感していく。そうですね、ってことですよね、はい、なるほど。ちょっとね 100g をちょっと意識しながら覚えていくと食材を覚えていきたいなと思います、うん、ありがとうございます。そして、4つ目、4つ目、はい、食用油にこの使う順番ってあるんですか。なるほど、はい、油ですね。あ、ちなみに油って何回ぐらい使えると思います。1回じゃないですか。あ、天ぷらとか揚げた後そのままもう、はい、うん、かなと思ってました。これね、油って大体3回から4回ぐらいは使うことできるんですね。そんなに使えるんですね、まあ、とは言っても、はい、あのいきなりねこう唐揚げとかで下味でお醤油とかいっぱい入れちゃったものを揚げたら、もうその後ね油が汚れちゃいますので、はい、ちょっと難しいんですけど、なるべくですねあの油を汚さないようなものに使って、はい、でその後あのちょっとずつ唐揚げとかね下味つけたもので使って、で最後炒め物に使うっていうことをやっていくといいんですね。あーなるほど、じゃあもう本当になるべくこう汚れないもの、汚れないもの、油がね綺麗な状態で使えるものから始まって 3,4 回の中で、まあ、最終的にコロッケとか、そうですね、揚げ物って言われるものを、うん、ってっていうのが決まってるんですけど、とは言ってもね、はい、あの油って熱とあとは空気でどんどん酸化していきますので、油がねこう古くなっていくと、はい、酸化してね油臭くなっていくんですよ。これ ね匂いで分かりますので、はい、あなんか最近油臭くなったなと思ったら、もうその油はちょっと処分をして新しいのを使うようにしてほしいんですね。あなるほど、じゃあ酸化をさせずに長持ちするためにはどうしたらいいんだろうという時にですね、はい、4つポイントがあるんですよ、はい、まずですね、はい、あの熱でダメになるので暖かくなるガス台の周りには置かないこと、はい、そして早く使い切ること、はい、そして揚げ物をした時には熱いうちにこして、うんうん、なるべく綺麗な状態に早くしてあげること、うん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 、で一人暮らしなどで、まあ、普段ねあんまり油使わないなんていう方はですね冷蔵庫に保管するっていうのも一つなんですね。なるほどね、油もやっぱ酸化しないためにこうケアしていくっていうところがあるんですね。そうなんです。いやー本当にね今回だいぶあの素朴な疑問の疑問度が解消されましたはい、皆さんぜひねあの次回も楽しみにしていただけたらと思います。ありがとうございました。以上料理の素朴な疑問のコーナーでした。皆さんなんともうエンディングの時間になってまいりました。今回の愛され召し上がれいかがだったでしょうか。この番組は毎月第2、第4火曜夕方6時からお送りしておりますので、ぜひ次回放送もよろしくお願いいたします。今回もね、はい、料理の素朴な疑問で出てきたね、うん、ああいったあの質問っていうのがですね、はい、私 の、 あの SNS とかインスタ、Facebook でもあの投稿しておりますので、はい、ぜひチェックいただければと思います。はい、ぜひ皆様チェックしてみてください。それでは今回はこのあたりで、皆様のお相手は青木由美と佐々木千秋でした。またお耳にかかりましょう。では皆様、愛され召し上がれ。